熊川鉄道株式会社は、熊本県人吉市に本社を置き、同市や熊群の町村と民間企業が出資している第三セクターの鉄道会社である。人吉盆地の熊川流域を走る鉄道路線の湯前線を経営している。湯前線は、旧日本国有鉄道特定地方交通線の一つで1987年の 国鉄分割民営化に伴い JR 九州が、さらに1989年10月に、熊川鉄道が経営を引き継いだ。KT-100 系、KT-200 型が、申請から約25年経過して老朽化したことに、伴い、2013年度に3両、さらに2014年度に2両を更新し、軽五両を体制とする。新車両のデザインは、 九州新幹線や SL 人吉、熊本駅などを手掛けた三戸岡英二が担当した。新車両は田園シンフォーニーとして2014年3月に3両、2014年12月に2両が運行を開始した。2009年に在来車 KT-103KT-203 の2両を改装して運行を開始した熊1、熊2は2014年1月時点で、 廃車予定はなく7両体制が続くも、2016年6月26日に営業運転を終了した。また、赤字続きの熊川鉄道再生に向け、2011年度までの2年間で、協梁を7500万円で整備し、2012年度に線路の摩耗・枕木の老朽化を修繕する方針としていた。ありがとうございます。